はい、どうもこんばんは、高助です。高助の早越しありがとうございます。お久しぶりでございます。だいぶ前の動画から、前何やりましたっけってぐらい覚えてないぐらいだいぶ空いちゃったんですけどね、まあ、近況体もできてだいぶ経って、僕もこの部屋近況体があることに住み慣れてきましたけども、はい、そんな感じでお久しぶりにやっていきたいと思います。で、本日何をやるのかと言いますと、タイトルにも書いてあると思いますけども、同時押しに、関する、踏み方とかテクニックとかそういったものをやっていきたいなと思います。特にですね、8部の滝とかに入っている、同時押しとかランダ中の同時押しとかそういうの苦手な方とても多いと思いますので、僕はどちらかというと同時押しは得意な方なので、一つ一ついろんなパターンを見ながら今日はやっていきたいなと思います。僕なりの、解説になるんですかね、テクニックの紹介とかやっていきたいなと思います。よかったら最後までご視聴ください。よろしくお願いします。はい、それでは早速同時押しについてやっていきたいなと思います。同時押しというのはですね、左右の足で同時にパネルを踏む、左右とか上下とか右上とか左下とか、いろいろパターンはあると思います。ダブルになるとさらにいろんなところあると思うんですけども、基本的には2本の足で同時に踏む、もしくは、片足で2つのパネルを同時に踏む2枚抜きと言われるものがありますね。で、オフィシャルの譜面ではですね、特にダブルは、この幅ですね、パネルを1枚挟んで開く幅より開く譜面は基本的には来ないです。例えば上と上の同時押しとか下と下の同時押しとか、左と左の同時押しとかですね、それ以上左右のこういう同時押しは基本的にオフィシャルでは来ません。稀に、ダイナマイトレイブエアスペシャルの上みたいなのあるんですけども、基本的には、いわゆる股先になってしまうような同時押しはオフィシャルでは来ます。また3つ以上の同時押しっていうのもオフィシャルの譜面では来ることがないです。はい、まずそこが、同時押しというものの、基本というかシステム上の、部分になります。はい、同時押しなんですけれども、最初 DDR を始めてビギナーとかベーシックから始めると思うんですけども、ハウトゥープレイの最後にも左右同時押しジャンプなんて言ってる感じでありますけれども、どうしてもですね、簡単な難易度で同時押しをするとですね、跳ねる、ジャンプする、同時押しイコールジャンプする、跳ねる、エアスペシャルなんかもそうですけど、こうやってぴょんぴょんする、同時に着地する、同時に飛ぶみたいなイメージがあると思うんですね、皆さん、ある方多いと思うんです。同時押しイコールジャンプするっていうイメージがあると思うんですよ。ただ今日僕がやる解説の中ではですね、その同時押しイコールジャンプという感覚は、捨ててください。というのもですね、同時押しというのはですね、決してジャンプすることではないんです。矢印が2つ同時に流れてきます。これを同時に反応させる。言ってることはちょっと同じように聞こえるかもしれないですね。これ結構違うことで非常に大事なことです。同時押しというのは、2つ流れてくる矢印を同時に反応させることであって、決してジャンプすることではない。まずここをちょっと、今日はやっていきたいなと思います。はい、はい、足元カメラに切り替えました。今右側にですね、右上、上下、左下という3つ同時押しが支部で並んでると思うんですけども、これ皆さんどうやって踏むでしょうか。単純にですね、右上、上下、左下と3回ジャンプするという方が多いと思うんですけども、これがじゃあ速くなったらどうします。タンタンタン、タンタンタン、タタタンとか来たら、苦手な方多いんじゃないでしょうか。こういった3つの配置連続で来るタンタンタンって速いのが来たら、これなんですけども、先ほど同時押しは同時に反応させることでジャンプすることではないと言いましたね、私。で、今普通にジャンプして撮ってましたけども、これどういう風にさばいていくかっていうのを説明します。はい、今画像切り替わったと思います。右上下上下左という8部の滝になっています。これ、先ほどの同時押しの配置をですね、右から1個ずつずらして交互踏みの配置に変えた配置なんですね。で、この配置踏むとき皆様どうやって踏むでしょうか。普通に来た通り交互に足を動かすと思うんです。で、この時の
体の足動かし方、足の、交互に足を動かしているこの感覚をですね覚えておいてください。はい、次に行きます。はい、画像切り替わったと思います。先ほどの8部の矢印をですね、青色の矢印を、さらに青色の部分だけ1個16部、赤矢印に近づけました。手前にずらしました。そうするとですね、リズムが右上下上下左がタランタランタランになります。スキップのようなリズムになります。これ何をしたかというとですね、右上下上下左の3つの矢印パターンに分けたことになるんですね。これを早く、どんどん早くしていきます。タラン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 タラタラ、この最後の方のタラタラタラって早くなってきたの、もうほぼ最初の同調子3つと一緒です。だん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 早くしていきましょう。この、早くというのはスピードもそうなんですけども、このスキップの感覚を、16部、8部を16部にした、16部を24部、32部に変えていくぐらい、どん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 今黄色で映ってる矢印を赤の矢印に近づけていく感覚にします。そうするとですね、最終的にはタッタッタという元の同調子に戻ります。ただしこの時ですね、交互組から、最初8部からですね、タン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 からタラッタラッタラからタッ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 って変えていったんですけども、最初に踏んだ同調子で3つ踏むのとは全然踏み方が違うと思います。これどういうことかと言いますと、最初に言った同時押しは同時に反応させることで、決してジャンプすることじゃないよって言ったと思うんですけども、それができるようになってきたっていうことなんですね。交互に踏む踏み方の形のまま同時押しを3つ踏んでいるということなんですよ。はい、これ実際やってもらえば分かると思うんですけども、だいぶ楽になったと思います。同調子をジャンプで3つ取ってた時よりも、イメージスキップにしただけで。これなんでかって言いますと、同時押しジャンプして着地するとですね、左右の足を同じ高さ同じ着地をするとですね、着地した時にすごく重みが足にかかってしまうんですよ。これをですね、上げるタイミング、着地のタイミングは同時にしなくてはならないんですけども、上げるタイミングを左右ちょっとずらしたことによって、これが二分される。でまた次も、その同時押しのまま、ジャンプのまま取るとですね、しゃがんでまた負荷がかかったものをさらにまた持ち上げて、また下げて、また上げて、また下げるみたいな、こんなことを3回しなきゃいけないんですけど、交互組って左右の足に、力を分散させて踏むので、こういう感じですね、右上下上下左っていうのを、これをどんどんスキップに変えていったんですけど、こういう感じになるので、足への負担が非常に少ない力で踏めて、かつ次に移動しやすい、こういう形になったんですね。つまりランダを、8部のランダ、16部のランダ、スキップを踏むという感覚に非常に近くなりました。なのでジャンプをする難しいことがなくなりました。はい、僕のイメージなんですけども、難しい同時押しの連打というのは超高速スキップだと思ってます。スキップを踏む時の踏み方をしっかり覚えていれば、体が覚えていれば、同時押しの滝は難なく踏めると思います。はい、先ほど同時押し、先ほどのパターンでやった通りですね、今度いろんなパターンでどうやってさばいていくのか説明していきたいなと思います。じゃんじゃんいきましょうか。いろんなパターン同時押しあると思うんで、はい、次のパターンです。右上右左下、これも苦手な人多いと思うんですね。最後右下ですね、右下を向きを変えるっていう手もありますけども、今回は正面で踏むことでいきましょうか。右上右右下っていう配置ですね。これもですね、はい、画像を切り替えます。はい、こんな感じで右上右下右という配置に変えてしまいます。真ん中が1個同時押しではないものが入ってるんで、どうしてもジャンプで踏んでた時はこういう感じで辛い、縦連が3つ並んでるみたいな感じになっちゃってますけども、これ右上右下左、右ですね。ただこう8部の譜面にしたら簡単じゃないでしょうか。はい、また画像を切り替えます。はい、画像切り替わりました。はい、これ真ん中に1個単押しが入ってるんで、ちょっとスキップのずらし方を変えてます。というのはですね、交互踏みを崩さないようにしてるんですね。ですね、真ん中に1個単押しが入ってるんで、どうしても、タランタランタランとはいかないんですね。なので、
画像を見てもらうと分かる通りタラッタッタラッですね、リズムは。でこれをどんどん速くしていきます。タラッタッタラッっていう感じで、タラッタッタラッっていう感じでやっていくと、同時押しをジャンプで取ってた時、真ん中の単押しでどうしても縦連をこう思いっきり右で踏むか、もしくは左足を空中で待ってるかしなきゃいけない二択だったのがですね、ただ普通になんか軽い気持ちというか、そんなに高く足を上げないというか、まあ下げずっとつけてなくてもいいみたいな感じで、タラタッタラっていう感じで、特に下パネルかかとを使うと楽ですね。これこんな感じで、はい、こういう風に変えていくことでまた交互踏みに近づいて、でこれも、この16部にしたとこさらに近づけて速くすることによって、こんな感じで僕の今頭の中ではすごい高速のスキップで踏んでますけども、実際の、反応はタンタンタンってちゃんと反応しています。はい、このパターンはこういう風に僕はやってます。次のパターンいきましょう。はい、次のパターンはこちら、左下右下左下、まあ、同時押しをジャンプで取ろうとするとタンタンタンって、まあ、腰がすごいひねる、まあ、普通の配置としてもひねる感じ、もしくは足を遠くに伸ばすタンタンタンっていう配置になってると思うんですけども、これもまず8部に変えていきましょう。はい、こちら切り替わりましたかね。はい、こんな感じで左下右下左下、これ皆さん交互に踏んでますかね、この配置。こうやって交互に踏んでますか、それともスライドをするようにこういう感じに踏んでますかね。どっちでもいいんですよこれ、どっちでもいいんですね。まあその時のスピードとか向きによってやりやすい方でいいんですけども、これをまた16部8部をですね16部に1個ずらしていきます。はい、こんな感じでずらしました。タランタランタラン、今こう交互ではない踏み方になってますけども、どっちでもいいんです。こういう踏み方でもこういう踏み方でもどっちでもいいです、やりやすい方で。ただですね、この肝心なのはずらすこと、同時をジャンプで取らないこと、ずらすこと、これもまた速くしていきますと、タランタランタランの踏み方で、こういう踏み方で速くしていきますとタッタッタッっていう感じで、イメージはすごい速いスキップなんだけどすごいスムーズに、これがですね、逆にひねって踏む踏み方、交互に踏む踏み方でですね、タラン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 タッタッタッって、はい、かなり思いっきり膝を上げてジャンプしてた時とは違ってすごい楽に踏めると思います。こんな感じです。まあ全部が同時押しの時は本当にずらすだけなので考え方は楽だと思います。はい、さらに次のパターンいきます。右上左上左下右下、これちょっと4つ厄介なんですね。まあ、こういう回るように踏む配置なんですけども、ちょっと厄介で、どう1個ずつばらしても、8部にばらしても、交互踏みができない配置になってしまうんですよ。はい。こういう場合、どうするかっていうとですね、もう8部じゃなくて、一気に16部スキップに変えてしまいます。はい。はい、こちら16部ずらした譜面になります。これどういう風にずらしたかと言いますとですね、この元の配置なんですけども、右上左上左下右下っていうのはですね、こういうややこしい配置の時って右足は必ず右を踏んでて左足は必ず左を踏んでるということが、まあ、大抵シングルの場合はそういったことが多いんですけども、なので右と左はずらさず上下の矢印を16部ずらしました。なのでタラン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 、これですね、今分かりやすく後ろに1個ずつ16部ずらしてるんですけども、配置次第では手前でもいいです。これちょっと利き足とかの問題でどっちにずらすかがやりやすいっていうのは人によって違うんですけども、こういう風にずらしてもいいし、まあどういう風にずらしてもいいんですけども、右は右足左は左足で取るっていうのさえ覚えておけば、あとは1個ずつずらしたのをどんどん速くしていってタッ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 って踏むだけ。同乗して思いっきりジャンプで踏んでたのと違って高速スキップを同時で着地させるだけっていうイメージにしていけば、これも難なくこんな感じで、この黄色の位置はどっちでもいいんですけども、どっちにずらしてもいいんですけども、こんな感じで、はい、できると思います。はい、どんどん次行きましょう。次はダブルです。ダブルの配置、今映ってるのが、番号で言うと、3445、
5、6っていう同時なんですけども、まあ分かりづらいと思うんですけども、ターンターンターンっていう同時ですね。このダブル特有の、右方向、まあ、左でもいいんですけど移動しながら踏む3つの同時をして、速くなるとダッダッダッって体が置いてかれていったりとか、ちょっとした移動が難しくなってきて苦手っていう方結構いると思うんですけども、これも同じ原理で、まず8部に、移します。移すというか変えます、ずらします。はいはい、右側画像切り替わりましたでしょうか。これタン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 、はい早く行きます、タン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 っていう普通の渡り譜面ですね。この時体の重心移動って、右を踏むに合わせてどんどん右に乗せて移動する方が多いと思うんですよ。左に残してこうやって移動する人はいないと思うんですよ、単純にこう右方向に移動する、この、重心移動、右に移動していく感覚をまず覚えておいてください。そして16部またずらし、はい16部ずらしてスキップにしました。タランタランタランですね。で先ほどの8部でこうタッ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 タって渡っていった状態の移動と同じような感覚のまま右にタランタランタランっていくと、かなり、右に簡単に移動できるんじゃないでしょうか。これをですねだん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 速くしていくと、リズムを短くしていくと、ダッダッダッっていう同時押し、もう最初の同時押しに近い状態、タランタランタランをどんどん速くダッダッダッで、最初にジャンプで取ってきた時ってどうしてもこうやって体が遅れていくっていう感覚があったと思うんですけど、このスキップで、そしてさっきの8部のイメージで状態を移動していく感覚をちゃんと頭に入れておけばすごい速く右に行けます。着地だけ同時押しにすればいい。これがダブルの場合の、同時押しの取り方、テクニックの一つになります。はい、どんどん行きましょう。次のパターンです。1P 左右真ん中、 2P 左右、まあ、こんな行ったり来たりする行ったり来たりする反復横跳びと言われるような配置ですね。はい、これもですねずらすだけでございます。まあ、こういう配置であまり速い配置っていうのはめったにないんですけども、まあ、ずらした時にあのファイヤーファイヤーのタン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 みたいな、あと渚の小悪魔とかね、ああいう配置になると思うんですけども、まあ、それを意識してやっていくといいかなと思います。まず8部にずらしてみましょう。はい、ずらしました。シングルの時とは違ってだいぶ奇妙な形になってると思うんですけども、これあの片足で踏むんじゃなくてスイッチですね。左からこうタン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 、はい、これ一個一個に体の重心が乗っているのをちょっと覚えておいてください。で、まあ、戻る譜面がもしあったとしてもこういう感じで、こういう感じですね。はい、これちょっと特殊なんですけども、ただ今はとりあえずこの8部を踏む時の重心移動を覚えておいてください。なのでまあ次行きましょう。16部ずらします。はい、16部ずらしました。これでさっきの元の配置っぽくなったと思うんですけども、タランタランタラン、はい、でこの配置なんですけども、左右に行ったり来たりするんであれば割と重心は真ん中寄りのままそんなに移動しなくていい。8部の譜面の時もあれは余裕があったので一個一個こうやって移動してたと思うんですけども、実際に速くなってくると8部でもこうやって真ん中に重心を残すと思うんですね。片足を伸ばすような配置になると思うんですよ。でこれを、スキップにするとタランタランタランって、真ん中重心残すような感じでいけると思うんですね。これをだんだん速くします。タランタランタラン、逆もいきましょうか。タラン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 っていうのをどんどん速くするとタッ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 っていう速い反復横跳びになる。まあ、反復横跳び自体のコツでもこれあるんですけども、反復横跳びってこうやって足を順番に動かすじゃないですか。あれを少しずつあの一歩一歩の距離を近づけて、あのリズムを近づけて踏むと反復横跳びっていうのも早く動けるんですけどね。まあ、そういった感じのコツになります。はい、この譜面はこれで大丈夫かと思います。はい、また次行きましょう。次はですね、左下下右下下左下っていう、ファシテーションエターナルラブミックスシングルのチャレンジにあるような配置ですね。あれもだいぶ早いと思うんですけども、これはですね8部にずらすのもいいんですけども、もう一気に16部にずらしてしまいましょう。それでですね、まあ、あのここで切り替える人とここでひねる人といると思うんですね。まあ、これはどっちでもいいんですけども、両方のやり方やっていきたいなと思います。で一気に16部ずらしてしまいましょう。はい、こちらの画像、はい、はい、こんな感じにですね、今度はですね左をずらしました。
左と右ですね。さっきばらけた時には上下をずらしましたけども、これ下パネルがずっと続いています。同じリズムでずっと下を刻んでいます。まあ縦連打ですね。はい、そこに左右がついてると思えばですね、まあ、まず下をずっと踏むイメージのまま、でそこにですね、左右のスキップをつけていく。タランタンタランタンタラン、はい、今ひねって踏みましたけど、これをどんどん速くしていくと、タラッタ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 、これをどんどん短くしていきます。タタ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 タっていう、同時をこうやって頑張ってジャンプしてた時と違って、片足を縦連打しているところにスキップをつけていく。すごく、はい、楽になります。で今ひねりの踏み方でしたけども、今度この正面で踏む踏み方の場合、タラッタッタラッタッタラ、下の矢印どっち足でスイッチしてってもいいんですが、これをタラッタッタラッタッタラッタッタラッっていうのを、はい、どんどん短くしていきます。タッ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 、はい、こんな感じですね。はい、かなり楽に踏めるようになるんじゃないでしょうか。練習してみてください。どうでしょう。はい、次行きましょう。はい、次もまたシングルでございます。右上左下、なんか意外と単純に見えて難しいんですよね、この味。タン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 、2回踏んだまま、踏んだ後そのまま下に引く2回、まあ、だからこれもジャンプで踏んじゃうとですね、この足に負担がかかって、その2回同じ場所で負担がかかったものを引かなきゃいけないみたいな配置なんですけども、これ8分ずらすとすごく分かりやすいです。はい、画像をずらします。はい、こんな感じで、右上右上下左下左、これよく見てほしいのは真ん中に右上下左っていう階段があるんですよ。この時ってこう体を引くようにというよりは、こうこの右上下左だったら少しゆらぐじゃないですか、まあ、安定させて踏む人はあれなんですけども、流れでいくとちょっとこうダラーンと揺らぐじゃないですか。その感覚、これが大事で、タン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 ってタンタンってこう下がっていく感覚、これを、また16分近づけます。はい、画像切り替わりましたでしょうか。タラン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 ですね。真ん中階段があったところも、まあ、そのままの感じになってますけども、はい、これもタラッタラッタッタッっていう、引くと右足左足を引くときの負担がだいぶ減ったと思います。特につま先かかとで分けて踏んでる人は、右と上をつま先、下と左をかかとで踏むとすごく楽に踏めると思います。まあ、つま先で踏む人でもですね、まあ、右上下左の階段の感覚を残しておけば引くのは簡単になるんじゃないかなと思います。どうでしょう。はい、次の譜面に行きましょう。はい、次です。またシングルなんですけども、はい、みんな大好き隅田川、隅田川花恋会に入っているようなタイプ、まあ、アンリアルとかもちょっとあったりしますけど、この右上上上下下左下みたいな、こういう縦連が3つ重なってるような、3つずつ重なって1、3に同時が入ってくるような配置ですね。これ はまあ同時押しで全部ないとこ踏んでる方もいると思うんですけども、まあ、それだとすごく大変なので、はい、これも8分にずらします。はい、こんな感じ。これはですね、上からそして下、なんて言うんですかね、縦連3つずつあるのを崩さないように8分ずらしていった感じですね。上右上下、上下左下、タン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 って、これだったら簡単に踏めると思うんです。この感覚覚えておいてください。はい、16分ずらします。はい、ちょっとずらし方が変則なんですけども、配置踏む順番は先ほどと変わってないです。これちょっと前にやった3つ1個、同時1個同時みたいな時のずらし方と一緒で、まず3つ見るとタラッタッタラなんですよ。タラッタッタラで、またタッタラっていう感じで、同時押しに近いところの矢印をスキップにする感じ。ただ交互踏みの方に近づけた方が足の出し方は簡単だよ。これ瞬時に判断するのは難しいと思うんですよ、この同時押しの滝が降ってきた時。例えば隅田川花恋歌で言うと、まあ、ノートやレインボー矢印を使ってる人って同時押しと単押しの色が分かれてると思うんですね。で、同時押しの方を、どっち足が先でもいいので、
頭の中で、まあ、着地は動詞ですから頭の中でスキップするというイメージで、スキップ1個スキップ1個スキップなんですね。その感覚、色を見ればどっちの色が今同時押しなのかっていうのがよくわかるので、まあエターナルラブミックスみたいな時みたいな、あのね、あのレインボーとか書かれても単色って時は、まあ、一個一個同時を見るしかないんですけど、隅田川とかの場合は、レインボーノート、まあ、ビビドもそうですけど色ごとに同時と同時じゃない矢印が分かれてるので、それを見ながらですね、同時押しをスキップで取って単押しはそのまま踏む、これもこうずっとジャンプで取ってた時よりもタラッタッタタラッタッタタラッっていう、同時押しをタラッっていう、同時押しってなんかドーンっていうイメージが音的にあるじゃないですか。隅田川のリズム、どんなリズムかって聞かれたらドンタンドンタンドンっていうイメージの人強いじゃないですか、強いじゃないですか、つかそういう人多いと思うんですよ。それを同時押しをスキップのリズムで頭で認識するとタラッタッタラッタッタラッタッっていう感じになるんですね。このリズムを覚えておいていただければ、タラッタッタラッタッタラッタ、これを早くするとタッ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 っていう感じで、非常に楽に踏めると思います。はいはい、最後になんですけども、これは同時押しではないんですけども、いわゆるトラボルタと言われる配置で、片方がフリーザロー、今右足がフリーザロー長いのが続いている時にですね、例えば上左下という矢印が来ました。そういう時はですね、これもあの苦手な人って一個ずつこう一個ずつ踏んでないですかね、はい、というのもですね、同時押しと一緒で片足が固定されている状態で3つジャンプするのと同じように足の力でこうやって強引に踏んでないでしょうか。これが苦手な、このトラボルタ苦手な人、ちょっと同時押しとは関係ないんですけど同じ踏み方の原理なので説明したいと思います。この3つ踏み方ですね、これを、フリーザローの方を8分に変えてあげます。はい、こんな感じ。フリーザローというのはですね、ほんの若干だったら離しても大丈夫なので、こんな感じで上右左右下右っていうと簡単に踏めないでしょうか。この時の左足の動かし方って、交互に踏む時の綺麗な、なんか理論的なというか、まあ人それぞれ踏み方あると思うんですけど、なんか動きやすくないですか、反対の足がこう動いてて。この時の左足の動かし方を覚えておいてください。これがですね、あの同時押しの時もそうなんですね、左右ずらすみたいな感じで言ったんですけども、同時押しってやっぱりあの同時が足を同時につけるからジャンプというイメージがどうしても消えなくて、右と左の足を同じような動かし方をしようとしてですね、それをですね一個一個の足で見た時、一つ一つの矢印を、まあ、あのベーシックやビギナーの矢印を踏むようにこうやって高く上げたり強く踏んだりしてこうやって踏んじゃうことが多いんです。ただ8部の滝とか16部のスキップに変えた時の、いわゆる自分の中で省エネというか、最適化された動きとは変わってきちゃってるんですね。その最適化されてきた、自分の中で最適化された動きを、この同時押しやトラボルタのような配置の時にも、今左足がどうしてもこう力で踏まなきゃいけないみたいに思ってたところが、自分の中で今まで積んできた経験で得た踏み方に変えていける、そういう風にしていくことで、まあ、このトラボルタもそうなんですけど、あの今日やってきた、全部の同時押しをさばけるんじゃないかなっていう感じに思います。なので同時押しは決してジャンプではない、同時に反応させることであって両足を均等に動かすことではないっていうのが、今日僕が伝えたかったことですね。これで、いろいろ苦手だったものが克服できたとか、まあ全然やり方分かんなかったなんていうことがあったら、また、まあ、Twitter とかで聞いてください。またいろいろ動画撮りたいなと思いますんで、はい、エンディングに行きましょうか。はい、いかがだったでしょうか。久しぶりにしてはだいぶ頑張ったと思います。はい、どうでしょうかね。同時押し、まあ、あのトラボルタも含めて、はい、攻略、高助なりの攻略法でした。まあ、僕も昔はちょっと苦手意識がある譜面もタイプも同時押しに関してはあったんですけども、その交互踏みとか他の最適化したような踏み方ができていないっていうことに気づいてからですね、こういった感じで、はい、同時押しは決してジャンプすることだけではない、ジャンプではない、同時に反応させることであるっていうことをぜひね、あのぜひ覚えておいていただけたらなと、テクニックとして使用していただけたらなと思います。はい、ぜひね、苦手克服これでしていただけたらなと、まあ苦手じゃない方はいいんですけど、苦手だった方はぜひ、はい、克服していただけたらなと思います。
とりあえずしゃべるぜの方が最近できてないんですけど、またできた時には聞いていただけたらなと思います。こちらの動画もまた、アップした際にはご視聴いただけたら嬉しいです。はい、どうもご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。